ずしおんちゃんが持ってるデザイナーのイメージみたいな。デザイナーのイメージはまずはなんかクライアントがいて、その方の分類の答え、例えばもうお客さんにこんな情報を伝えたいって時に文字とかだけじゃ分からないから、なんか視覚的に分かりやすい、なんか興味を引くようになんか仕掛けを作る、工夫をするっていうか、なんかアートとデザインはなんかこう違う、うん、一発のアーティストとデザイナーは違うと思って、だから、なんかアーティストだったら自分のこう人をスタイルみたいなんだけど、デザイナーにはそんなのいらなくて、なんかこう人の視野とか考え方をこうデザインで変えてあげるみたいなのがやっぱ役目かなと思って。まあ、情報整理とか問題解決とかもよく言うけど、こんな感じかな。だからすごいアーティスティックじゃないと、絵が上手じゃないとデザイナーになれないとか全然そんなじゃなくて、私絵超下手だし50% が日本、30% 台湾。印象として規模感がちょっと分かんなかったね、はい、この制作費タダっていうのは別にタダじゃなくてさ、俺もキワちゃんがみんな動くわけで、うん、はい、その価値があるかどうかはちゃんと計算しないといけないからさ、はい、まず桜田さんからオリエンシートが来ます。で、私とこう話を詰めます。で、私はさっき言った前田さんにこういうのが来てますっていうのを一回相談して、すごい長いステップだけど、うん、やっぱ企画が一番、その最初がちゃんと詰まってないと後半で打たれちゃう。作成始めるって感じで大丈夫？いいと思うよ。ただ基本的には幅のサービスの紹介だから、はい、そこに絡まった方がさ説得力があるから高さを知りたいだけで、基本は幅のガイドサービスの紹介で、その大体どれぐらい日数かかるかっていうさ、日数なのか時間かを出さないとやっぱり制作費が高っていうのは俺おかしいと思うよ。それは桜田君も他に話すときそうなんですけど、はい、ただじゃないからさ、前田さんはいつも反対してるわけではなくて、デザイナーの私にとっても営業の桜田にとってもちゃんと認識してやった方がいいよっていう意識づけをしてくださっていて、ただただ営業を取ってくるのが仕事じゃないし、私はただただそれをやるのが仕事じゃないんだよっていうのを改めてお互いが認識して、桜田さんだったらじゃあ実際メリットって何だったんだっけっていうのをもう一回頭の中で整理してもらう。で、私はじゃあそのメリットがあるんだったらデザインではどういうふうにそれを表せるかなっていうのは私は私の方で整理するっていうきっかけを前田さんはいつもそういう感じでくださってるので、反対というよりもお互いちゃんと整理してちゃんとメリット分かった上でやなさいよっていう。世田谷線にフォーカスした、冊子を作ってます。前はそれのチラシバージョンだったんですけど、もうちょっと詳しく世田谷線のことを紹介しようっていうので今回は冊子にしてます。マップと文章と写真が5コンテンツであるんですけど、今しおんちゃんにはこれのマップを今作ってもらっているところです。で、マップはちょっと難しくてですね、 Google マップをただなぞるだけだと、例えばこれ前に私がこれ作るときにサンプルで作ってたんですけど、細かい道とかもいっぱい入っていてちょっと見づらいんですよね。どうですかこの作業は。いや、どうしよう、まあ、でもさっき言っていただいたこうお客さんに伝えるべき情報が伝わればいい、それ以外はこうできるだけ省いてあげることでお客さんに情報が伝わりやすくするっていう作業だと思うんで、こう自分がお客さんだったらどんな地図がいいかなって考えながら。難しい。中途で名乗る。なんかデザイナーですって自分をこうなんか自分の情報として。私デザイナーです。なんか作ってるのデザイナーじゃない？デザイナーっていっぱいいるなって思って、なんかあの名乗ったもん勝ちだった。なんかその中でデザイナーですって言って今日はデザイナーなの。うん。なんかそのいっぱいいる中で、うん、自分がこうデザイナーとしてやっていきます。こうそれでこう。お金を稼いで生きていきますって決め切れた理由は、うん、でもなんか好きだったからが大きいかな、うん、やっていけるかは分かんなかったけど、まあ、好きだったらなんとかなんじゃねみたいな感じかな、うん、やっぱこう自分が何がして楽しいのかとか
自分がやりたいことってっていうのをいろんな経験を取る中でやっぱりこれだなって見つけることにこうきちんとなんかコストを惜しまないっていうか、なんかそういうことを知ってきたからこうお二方とも自分なりにこういう働き方をしたい見つけて今ここにいらっしゃると思うんで、自分もこうこれから、まあ、大学2年生残りと3、4年生もやっぱり自分が何が正しいか、なんか楽しいのかやってて、これはずっと続けていけるなっていうものが何なのかっていうのはこう毎日毎日考えたいし、なんかそこを見つけるためにいろんな経験を取ること、そのためにこう行動することになんかもっともっと前向きに